リスフルートアンサンブルと申します。本日はよろしくお願いいたします。私たち普段ありがとうございます。メンバー5人ほどいるんですけども、最初水耕人数2名でやっておりまして、今日は2名のフルート20奏でお送りしております。で、先ほどの曲はドビエンヌという曲で、ドビエンヌという下もね、みそうな名前なんですが、作品18-3っていうもので特に名前はないんです。はい、これをオープニングに演奏させていただきました。はい、じゃあプログラムの方へ進んでまいります。まず1曲目は千と千尋の神隠しよりあの夏へという曲と、2曲目は、ユーバーバー、頭の大きなキャラクターですね。これを2曲続けて演奏いたします。あと1つ宣伝させてください。私たちこっそり YouTube ですとかブログですとかたくさんやってるんですけども、今日のプログラム の, 細かい曲紹介ですとかね、他の演奏情報など載ってます。Thank you.
湯婆婆の顔が浮かんでまいりましたでしょうか。顔というか頭ですね。ゲド戦記より、あの宮崎駿の息子さんですね、監督されたゲド戦記よりテルーの歌を演奏するんですけども、ちょっとテルーっていうのはなかなか馴染みがないキャラクターだと思うんですが、テルーっていうのはちょっと不遇な教育、あ、境遇に生まれた子で、ちょっと寂しい思いをしたり悲しい思いをしてきたあの子なんですけども、表面上には悲しいさと辛さですかね、そんなものは出せない。この曲を聴くとちょっと救いなのがこう未来の輝きというかね、なんか未来へのこう展望みたいなものが聞こえてくる、とてもあの幻想的な、悲しいだけではなくて、こうテルーのなんていうんでしょうね、お人柄を表すような力強さですとかね、女性特有の強さみたいなものを感じる曲なので、ちょっとそんなのを感じながらあの聴いていただけたら嬉しいなと思います。でもう一曲続けて演奏します。次は命の記憶。これ他の楽曲、他の楽器でもよく演奏される曲なんですけども、かぐや姫の物語よりという、世に有名なのかぐや姫ですね、お月様から来て、月に帰っていくっていうんです。この命の記憶というのは、月に帰る瞬間にこう地球で受けたこうおじいさんとおばあさんに育てられた愛情をこう石に受けて育つんですけども、帰る瞬間に記憶をなくすようなんですよね。ですがこの地球上でこう体験した、義理の お父さんお母さんにあるまたあるおじいさんおばあさんの愛情を石に受けたっていう事柄だけはなんとなく覚えていて、それをこう彷彿させるような、タイトルで命の記憶という名前がついています。2曲続けてテルーの歌と命の記憶を続けて演奏いたします。Thank you.
ありがとうございました。続きまして、今回 の私たちの演奏のテーマは、ジブリを彩る女性たちということで、プログラムの方にも書いてありますけども、その中でも次はお母さんをフューチャーしてちょっと演奏したいと思います。隠れた名曲でね、お母さんって言われてもピンとこないかと思われるんですが、まず次の1曲目は、ジブリ のトトロですね。トトロに出てくるサツキとメイちゃんがお母さんを思っている曲、またはお母さんがサツキとメイちゃんのことを思っているような曲、どちらで捉えていただいてもいいですが、その中に出てくるお母さんというそのもののタイトルです。あともう1曲はですね、魔女の宅急便ですね。魔女の宅急便に出てくる、これもね、お母さんの方聞いておられてもピンとこないかと思われるんですが、ちょうど私のようなこの黒い魔女ですので、ね、黒い格好をしたお母さんがちらっと出てくるんですけども、そのお母さんの放棄というタイトルの曲、ちょっと長めの曲ですが演奏いたします。トトロのお母さんと魔女の宅急便よりお母さんの放棄、続けて演奏いたします。Thank you.
風の伝説 と、ナウシカリクイエムですね。あの当時久石譲の小さな娘さんがランランダラランランランって歌ってね、あのレコーディングしたそうです。そのお子さんもね、今とて もう大人になられてますけども。で3曲目が鳥の人からエンディングといって、これ組曲になってますが、全部続けて演奏するとちょっと長いです。8分ぐらいの曲なんですけども、合間の拍手は抜きで、あの間合いも楽しんでいただければと思います。風の伝説とナウシカリクイエムと鳥の人、最後にエンディングとなっております。どうぞ、あの私たちの曲これが最後ですのでお聴きいただいているんですが、その前に一つ、すいません、いろいろちょっと喋りながら思い出しまして、実はあのワークショップを来月私たちあのするんですけども、あの隣の大牟市の、市民活動センターのコラビアっていうのがあるんですけども、そこであの私オカリナの講師もしておりまして、オカリナのワークショップを7月23日に、プラスチックオカリナを使ったお子様向け、あの大人の方ももちろん来ていただいていいんですが、そこであのオカリナでトトロを吹こうというのをちょうどやるんですが、あとその週ですね、同じ週に、ですね、7月の27日土曜日の夕方に、これも大牟市のコラビアというと同じ場所で行われるんですが、あの夜市、夜の市って書きまして、夜市でね、なんかちょっとお祭夏祭りっぽいことをするんですが、いろいろキッチンカーが出たりですとか、私たちそこでオカリナとフルートも持ってきて、あのビヒャラビヒャラ演奏したいと思います。もしお時間のある方はね、そちらも遊びに来てくださると嬉しいです。夜市が7月27日の土曜日の夜ですね。でオカリナのワークショップの方が7月の23日の火曜日の午前中となっております。こちらもね、あのカップリスフルートアンサンブルで検索していただきましたブログが引っかかりますので、そちらでも情報を載せておりますのでね、たどって、来ていただけると嬉しいです。では、最後に風の谷の流し川を予想いたします。
Thank you.
人の世界をフルートで表現してくださいましたカプリスの皆さんです。今一度盛大な拍手をお願いいたします。